ドミトリー・トルビンスキーは、ロシアのサッカー選手。元ロシア代表。ポジションはミッドフィールダー。もともとは、フットサルでプレーしていた選手でトリッキーな動きが売り。FC スパルタク・モスクワのアカデミー加入後、本格的にサッカーを始める。2002年、トップチームに昇格。翌年も、出場機会は少ないながらも、そこそこの活躍をしたが、 2004年は怪我でほぼ1年を棒に振った。2005年、FC スパルタクチェリャビンスクで1年間のレンタルで、レギュラーを勝ち取ると、2006年に復帰をする。しかし、復帰後も、怪我が多く、コンスタントに活躍することができなかった。2007年12月、スパルタクとの契約が満了し、FC ロコモティフモスクワに加入することになった。A 代表では、 2007年3月24日のエストニア戦でデビュー。ユーロ2008で活躍し、一躍世界に名前を知らしめた。対オランダ戦では、アンドレー・アル・シャビンからのクロスを、ギリギリでポストを避けながら、決勝ゴールを仕込んだ。その後はしばらく代表から遠ざかり、相手サポーターが物を投げ入れるなどして妨害し、没収試合となった、UEFA ユーロ2016予選。 モンテネグロ戦での途中出場のみに終わったが、UEFA ユーロ2016では、中足骨の骨折で離脱したアラン・ジャゴエフの代替選手としてエントリーされた。背番号は20。なお、当初、ジャゴエフがつける予定だった背番号10は、ヒョードル・スモロフがつけることとなった。ありがとうございます。